こんにちは、ゆりつわです。今回はですね、ベトナム航空で行くホーチミン4日間の、ご案内をしたいと思います。ホーチミンはですね、キーワード、3つありまして、グルメ、エステ、雑貨と、言われております。私もそう思います。うちのですね、他の営業所のスタッフがですね、無類のベトナム好きが一人女性おりまして、彼女が年に1回か2回は、ベトナムのホーチミン行くんですけれども、楽しみ方、彼女なりの楽しみ方としてはですね、ファッション雑誌の小物ないしは洋服のですね、切り抜きを、いくつか持っていくらしいですね。そして、ホーチミンの街を散策しますと、中心部にはですね、個人のデザイナー兼店主みたいな人が、経営しているお店、ちっちゃいお店がもう軒を連ねているらしいんですよね。でそこで、着いた日もしくは2日目ぐらいにこれと同じものを作ってくれというふうに交渉お話をして、翌日なり翌々日なりに取りに行くと。そうすると、日本で買うよりも同じようなものがもう10分の1ぐらいの値段で、作ってもらえるケースがあるという形だそうです。そして、その他は何をするかというと、お買い物をして、オープンカフェで、コーヒー飲んで、ベトナムコーヒーを飲んで、また買い物してコーヒーお茶飲んでという形で、散策を楽しむというのがホーチミンの楽しみ方じゃないかというふうに言っております。ホーチミン自体がですね、物価が安いというのと、街中のですね、オープンカフェがすごい多いんですね。ベトナムコーヒー有名ですけども、コーヒーとか、お茶を扱っているオープンカフェが多いので、そこが街散策の魅力だというふうに彼女は申しておりました。出発日、この3日間だけが最低価格なんですけれども、その他の日付も出発日ありますので、ぜひ画面下のコメント欄のところに商品詳細の URL を貼り付けておりますので、こちらからご覧ください。ぜひ、ご予約お待ちしております。よろしくお願いします。